どうもまひろです。今日はですね、貧乏フリーターの5月の支出家計簿を紹介いたします。今回の動画の流れは支出額の公開、そして支出の内訳、5月で一番大きな買い物、今月の節約生活において意識したこと、この4点の流れでお話しさせていただきます。ではまず早速支出額の公開なんですけども、私はですね、毎月必ず支払わないといけない家賃や光熱費や携帯代などの固定費と、あとプライベートのお買い物の変動費、この2種類に分けて公開していますので、そちらを分けてお伝えさせていただきます。まず固定費が 89,158 円、変動費が 35,841 円となっていて、そして合計で5月の支出が 124,999 円です。あと1円あと1円って言ってる場合ではないんですけど、ちなみにですね、この額の中に保険料は含まれていません。ちなみに5月は31日間あったんですけど、そのうちの14日間はお金を一切使いませんでした。先月も公開させていただいたんですけど、その際の先月の支出額と比較しますと、4月の支出が 143,582 円で、今月が 124,999 円なので、約2万円は差額が出て節約できたということでございます。やった。続いて支出の内訳なんですけど、まずは固定費からお伝えさせていただきます。家賃が 63,500 円、携帯代が 19,26 円、公共料金ですね、電気代が 3,182 円、ガス代が 4,430 円、そして支払い借金がレイクが 6,270 円、プロミスが 4,000 円となっています。これも順番に説明させていただきます。家賃の 63,500 円、これがね一番痛いわけなんですよ。一人暮らしで今月5月の給料がね、まあ、15万円あったんですけど、15万円のうちの家賃6万円はマジきついから、先々月が給料11万円で63,500 円の家賃はマジでねえ、言葉出てこないくらいの話ですよ。引っ越したいんですけど、引っ越すお金を貯めることができないっていうね、この家という名の結界から抜け出せないという状態でございます。まあその分快適ではあるんですけど、公共料金が電気代3182円ということで、日中は電気つけないし、バイトも結構入っているし、で何より電気使う基準っていうのもエアコンなんですよね。夏冬だったら、うちウサギのミータンっていうウサギの子と一緒に住んでるので、エアコンは必須なんですよ。この時期はちょうどエアコンつけなくてもミータも頑張って生きてくれてるから、この額で収まったっていう感じですね。ガスの4,430 円、これに関しては主に自炊ですね。お風呂に関してはシャワーなんであまりガス使わないんですけど、自炊は私は朝と昼は基本的にガスを使わないように電子レンジで済ませるようにしてるので、そういう意識で結構安めな結果になったのかなと思います。で続いて携帯代の19,926 円、まあこれに関しては普通ですよね。課金は絶対しやんよ。今回皆様に注目していただきたかったのは借金の話。レイクさんが 6,270 円、なんでこんな中途半端なのかっていうと、レイクさんには毎月 8,000 円の支払いをしてたんですけど、 6,270 円なんでかっていうと、それはなんと今月で支払いが全部終了したからです。3年かかりました。指揮も支払うのに20万の借金してて、もう細かい詳細に関してはまあ別の動画でも上げてるんですけど、別の動画で借金返済しましたっていうくらい借金返済したことがめちゃめちゃ嬉しかったんですよね。これからはですね、今まで支払っていた月々の8000円がなくなるんで、今まで以上に大富豪な生活が送れるわけなんですけども、ただね、まあ、油断しないように生きていこうかなって思っています。とりあえず嬉しい。では続いては変動費の公開です。食費が9,525 円、お菓子娯楽食が4,991 円、医療費0円、スイカ4,400 円、雑費6,490 円、ミータン4,577 円、娯楽0円、美容5,878 円、このようになっています。一つずつ振り返っていきます。食費の9,525 円、これはもう完全に自炊です。1ヶ月食費1万円生活っていうのを密かに心の中で目標は立ててはいたんですけど、まさかね達成してると思っていませんでした。嬉しいです。まあ、ちょっと娯楽食の方でね、いろいろ食べてはいるんですけど、とは言ってもね、1ヶ月のうちの25日くらいは丸々自炊してるので、そう考えたら9,500 円で収まって
ったのさすがだなって思っています。やっぱりね、食費を抑えながら美味しいものを作っていくっていう生活はストレスの発散にもなるので、私としてはいいなって思ってます。お菓子娯楽食についてなんですけども、私チョコレートが大好きで、チョコレートあと甘いものをよく買うんですよね。あとアイスだったりとか、業務スーパーさんででっかいアイスがあるんですよ。 2000ml も入っている 600g のバニラアイスだったりとか抹茶アイスだったりとかあるんですけど、あれを定期的に買ったりとか、この5月は今年2回目の外食をしたんですよね。それが吉野家なんですけど、吉野家でも牛丼とあと何かしらの小鉢も頼んで、それでちょっとお金かかっちゃったかなっていう感じですね。あとカップ麺とかも食べました。続いて医療費の0円ですね。今月は行かなくて済みました。良くないんですけど、お薬切れてもまだちょっと大丈夫かなって思って行ってなかったです。来月は耳鼻科と精神病院の掛け持ちで行くんで、結構医療費っていうのがかかってくるんじゃないかなって不安で思っています。続いてスイカが4400円。スイカはもうほぼ全部電車に費やしましたね。先ほどお伝えした吉野家、どこで食べたかっていうとお台場で食べたんですよ。吉野家ってめちゃめちゃあるのにお台場で食べんのって思われるかもしれないんですけど、その時、友達と遊ぼうってなってお台場行ったんですけど、都内では緊急事態宣言なんで、お台場って商業施設が多いんで、そこに飲食店が含まれているんですけど、商業施設ごと休みで、空いている飲食店がマクドナルドと吉野家の2つしかなかったんですよね。で、マクドナルドがめちゃめちゃ強烈で、なぜか吉野家だけ空いていたから吉野家を選択したっていう感じで、ほんでもってお台場ってうちんちからめちゃめちゃ距離あるしお金かかっちゃうんですよ。あとはありがたいことに本業のお笑い芸人の方でお仕事をいただいていたので1個だけね。で、それで交通費かかったっていう感じですね。続いて雑費の6490円。結構買いましたね。今月は主に100均だったような気がしますね。100均のインテリアで家を綺麗にしたいって思い始めて、そこで3000円くらい使ったのかなって思います。総計でね、ちょっと100均で徐々に部屋が改造されていく様を楽しみにしていただけたら幸いです。続いてミータンが4577円です。今月はミータンの費用はご飯とチモシーっていう草と、あとトイレの砂とおもちゃだけでしたね。本当にミータンにはギリギリの生活をしてくれているので助かっています。ただもう来月は動物病院で健康診断爪切りしてもらおうって思っているので、ミータン代も膨らむかなっていう感じです。続いて娯楽が0円です。娯楽食と分けている意味がよく分かんないと思うと思うんですけど、私的には娯楽食は外食で、娯楽はカラオケとか映画とか、もう完全な娯楽。5月はマジで何もしてないですね。もうほんまにぼち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 。美容が5878円です。美容っていうのは、お肌とかではなくて、今月はもう完全に髪の毛ですね。トリートメント、コンディショナー、シャンプー、これを含めたら5800円台になったっていう感じですね。やっぱり金髪を保つっていうことなので、安いシャンプートリートメントとか使っちゃったら秒で剥げるっていうのが目に見えちゃうから、そこだけは節約だけど保つっていうのはもう徹底してます。信念貫いてます。めっちゃ噛んだ。はい、こんな感じで内訳を紹介させていただいたんですけど、5月の中で大きな買い物5つくらい紹介したいと思います。高かった買い物、第5位シャンプーコンディショナー、どちらも1375円です。第4位がお米の5キロ、1390円。そして第2位がミータンのご飯1袋 1.3 キロかな、1817円。そして第1位がトリートメントの2680円です。要するに上位5つのうち3つが髪の毛関係なんで、自分がマジで坊主にしたらもっと節約になるんですけど、それはしない。最後が、私がこの5月の間で節約をする上で意識していたことを紹介させていただきます。大まかに4つあります。まず1つ目は自炊をすること、続いて2つ目は月のうちの3分の1日はお金を使わない日とする、そして3つ目は日用品はデカめの詰め替え用を購入する、そして4つ目は夜以外はなるべくガスで調理しない、この4つでございます。これね、意外とめんどくさいよ
ように見えて慣れたら最高なんですよ。ルールに縛られながら生活している自分マジですごいって思って、自分に酔いしれるみたいな、もう超ド M 発言なんですけど、そうじゃなくて、やはりだからそういう生活をする上でなんか自炊のスキルもきっと身についていると思うんですよ。わかんないけどね。あとまあ日用品とかそういうね、目の付けどころとかも良くなってくると思うし、本当にこの中で一番いいのはお金を使わない日を設けるということなんですよね。じゃあどうやったらお金を使わない日を何日も過ごすことができるのか、このコツはでも一発なんですよね。一回で大量の買い物をする、これなんですよね。一回で大量の買い物をしちゃえば、前日にもいろいろ買ってるから次の日とか次の次の日とかもう金なしで生活が余裕でできちゃうんですよ。そういう魅力があるので、絶対にお金は損してないので、むしろ得しているので、騙されたと思ってやってみるのもありだと思います。おすすめさせてください。はい、こんな感じで2021年5月の私の家計簿を紹介させていただいたわけなんですけども、まとめさせていただくと、4月よりも2万円安くお金を使えてたっていうのは良かったかなって思っています。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。私のチャンネルでは、独身フリーターなりの節約術、節約レシピ、生き様をたくさん更新していくんで、よかったらチャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いいたします。では、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。you